やあ、これから試合が始まるけど、その前にチェックしてほしいことがあるんだ。監督 AI モードって言うんだけど、新しいシステムだから最後までしっかり聞いてね。監督 AI モードでは選手に大まかな指示を出して試合を進めていく。コマンドを選択するだけだから、戦略を考えることに集中して試合に臨めるよ。選手に指示を出すときは L スティックでコマンドにカーソルを合わせて決定ボタンを押そう。指示は大きくこの6つのジャンルで構成される。コマンドを選択するとその中でさらに細かい指示が出せるようになるよ。例えば攻撃ルートではどの方向から攻めるかを決定できる。左、中央、右の3方向の中から選ぶと選手の動きに反映されるんだ。他のコマンドもどんな効果があるのか、いろいろと触って試してみてほしい。もう一つ、試合をする上で重要な要素であるタクティクスについて説明しておくよ。監督 AI モード中もタクティクスは L ボタンとタクティクスが割り当てられたボタンを押すことで発動する。タクティクスを使用すると特殊効果で試合が有利に進むこともあるから、積極的に使うのがおすすめだ。最後はカメラ操作について説明するよ。監督 AI モード中は自由にカメラを動かせるんだ。 R スティックでカメラを動かせるから、ぜひ見やすい角度を探してみてね。フリーカメラモードの時に十字キーの上を押して R スティックを操作すると、ボールから離れた視点にも移動できる。ボールを持ってない選手の様子にも注目できるよ。十字キーの下ボタンを押すとボールがあるところに視点が戻るから安心してね。あとはフリーカメラモードの時にもう一度 R ボタンを押すと演出カメラモードになる。フィールドを斜めから俯瞰したり、ゴール付近では特別な画角に変わったり、さまざまな視点で試合を見せてくれるよ。監督 AI モードは試合中に L スティックを押し込めば簡単にオンオフが切り替えられる。オフの時はいつも通り選手を操作してプレイしよう。選手操作モードでは相手の動きを読んで突破する方向を決めたり、ゴール前で仲間にボールを託してシュートを決めたり、より自由度が高い試合を楽しめるよ。監督 AI モードと切り替えて遊んでみてね。さあ、これで説明は全て終了だ。覚えることが多く感じるかもしれないけど、君たちならきっとすぐに使いこなせるはずだよ。選手操作モードと監督 AI モードをうまく使い分けて、チームを勝利へ導こう。